ハワイ式噴火を起こしている、キラウエア火山のプーオー噴火後ハワイ式噴火とは、マグマのしぶきや溶岩が連続的に流れ出る、被爆発的タイプの噴火である、流出性噴火とも言う、ハワイのキラウエア火山などでよく見られるためこの名がある。マグマのしぶきを連続的に噴水のように放出する、溶岩噴水や割れ目噴火による火のカーテンなどが特徴的である。 このタイプの噴火が起こるのは、マグマが玄武岩質で粘性が低く、水などの揮発性成分の含有量が少なく、温度が高い場合に多い。ハワイ島の火山のほかアイスランドなどでよく見られる。ハワイ式噴火、1、噴煙、2、溶岩噴泉、3、噴火口、4、溶岩湖、5、噴気口、6、溶岩流、7、溶岩と灰の層、8、地層、9、 シル、十、稼働、十一、マグマたまり、十二、岩脈日本においても、主に原部岩質マグマを噴出する伊豆大島や、三宅島などでよく見られる。ただしハワイより火災物の生産量は多い。これは、ハワイより気発性成分の量が多いことによる。ハワイ式噴火は、被爆発的で飛散物が遠くまで飛ばないため、火山活動の中では、 安全なものと思われており、観光スポットとしても人気がある。しかし、ハワイ式噴火から爆発的噴火に移行することもある。割れ目噴火が海岸に達して海水や地下水と接触したり、河口内を埋めたマグマが地下に逆流するときに地下水と接触したりすると、マグマ水蒸気爆発に移行することがある。1790年。 キラウエアを更新中の兵士80名が死亡した事件や1924年5月18日観光客が河口からの飛来物に当たりそれが原因で死亡している事件は校舎の1983年三宅島噴火での新名池新花での噴火は前者の例であるありがとうございます